男性が本能的に惹かれる女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、大垣です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が無意識のうちについ心を惹かれてしまう、気づいた時には好きになっていた、恋愛感情を抱いてしまっていた、そんな女性にはいくつかの特徴がある。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。彼がどんな感情を抱くかに関係なく、あなたがブレない心をどうすれば作ることができるのか、彼の一言一句にね、一喜一憂しないような心をどうすれば整えることができるのかという話についてはこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていますが、日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいて、ご都合よければぜひこちらにも遊びに来ていただければいいんだが、今日は男性はこういう女性が本能的に好きだよね、こういう人と関わっているといつの間にか恋愛感情を抱いてしまうよね、どんな女性なのか、そんな話をご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げる話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近々の日程が大変混み合っていて、ご希望の日時のご予約が少し取りづらくなっています。先の予定を余裕を持ってお申し込みください。ということで今日は男性が本能的に心を惹かれてしまう女性の特徴ですね、代表的なものいきたいと思います。7つです。そのうちの1つ目はこちらです。はい、同族意識を抱ける女性なんです。これ実は男女逆にしてもそうなんだが、男性の方がよりその傾向が顕著であるという意味で同族意識なんですよね。同族とはつまり自分と同じグループに属している人、人は群れの生き物だから、自分と他人、自分たちと他の人たちという区分けをね、無意識のうちにしてしまうんですよね。そして自分たちの側にいる人間に対して無意識のうちに仲間意識を持つ。それは先ほど申し上げたように男女関わらずだから、あなたもそういう経験あると思うんです。例えば同じ会社にいる人だから、割と仲間意識を持ってたりとか、そんなにね悪い人じゃないんだけど、自分と競合する立場にいるとか敵対する立場にいる人だから印象ちょっと悪いよねとかね、まあそれこそ海外行ってさ、なんか日本人がいるだけで、あ、なんかすごく仲間がいてよかったというふうに思ってしまうことってあったりするじゃないですか。同じように日常生活の中でね、自分と同じようなグループの中にいる、それは例えば趣味が同じだとか、例えば同じものが好きだとか、同じ思想信条だみたいなものを持ってる人と、なんとなくねこう仲間意識持ってるし、そしてその仲間意識をより強烈にするために、共通の敵というわけじゃないですけどね、自分たちとあの人たちという違いがね、はっきり分かるような関わり方。例えば私たちのここのテーブルってね、すごく穏やかじゃない、あそこのテーブルってちょっとやかましいよねとか、私たちってこういうのが好きじゃん、でも他の人たちってさこういうの好きじゃないよねというような、自分たちと他人というこの区分けを、他人というか別の人たちというこの区分けをね、コミュニケーションの中で逐一こう入れてくると、あ、なんかここ仲間だし、あ、なんかこの関係って崩したくないよね、男の人はね、先ほど申し上げたように群れの生き物で、その傾向は女性以上に顕著だから、群れを意識されればされるほどその関係を強く感じるようになっていく。そして気づいた時には自分がね、守らなければいけない人、これはこのグループを意識するため、このグループをより強固にしていくため、彼女の存在って俺にとっては必要だよねと思ってしまうから、気づいた時には好きになってしまう。だから女性以上に男性は身近にいる人とかね、また自分と同じ傾向のある人、同じグループに属している人に対して恋愛感情を抱きやすい、全部は全部そうだとは言わないけども、そういう傾向が、あるということなので、この人の気持ちをね、もうちょっとこっちに向けたいなとか、彼の本能をちょっと刺激したいなっていう時には、あえてね、私たちと他の人たち、私たちってこうだけど他の人たちってこうだよね、私たちってこうだけどあの人たちは違うよねというような、そんな区分けをね、意識できるようなコミュニケーションを取ってあげていただくと、あ、彼女を守んなきゃ、このグループ、この僕と 彼女というこの群れをなんとか維持していかなければいけない
ということで、あなたに対して恋愛感情が湧いてくるという、まあ、そういうお話でした。さあ、そして2番目はこちらです。はい、まあ、これも男女ともにそうなんですけど、自己肯定感が高まるということですよね。まあ、その人と一緒にいると、まあ、自分ってねすごくいいやつなんだなとか、自分のイメージが、セルフイメージがね高まっていくよねというふうに感じることができる。人は誰であれ、誰であれですよ、自分が見たい姿を映してくれる鏡の前に立ちたいんです。人は自分がねこうありたいな、俺ってこういう人でいたいな、私ってこういう人でいたいよね、そう思う姿を映してくれる鏡、それはつまり他人、まあ、周囲の人がね、あんたってこういう人だよね、あんたってこういう素養があるし、こういう力があったりするよね、本当の姿ってあなたはこうだよね、というふうに、まあ、言ってくれる人が周りにいると、それだけでね自己重要感が高まるというか、まあ、自己肯定感が高まるというか、あ、私ってこういう人なんだ、私ってこうありたいと思っている自分の姿がちゃんと表現できているんだということを感じることができる。まあ、例えばですよ、彼が会社でね、いまいちこうパッとしてない、だけど俺は本当は部長になる力があるんだ、俺は本当は役員になれる力があるんだと思ってたりするじゃないですか。それをねあなたが言ってあげる。いや、あんたはさ今たまたま立場がそうだけど、もともと持ってる力はそういう力だし、もともとね役員になる力もあったりするし、いずれはね今の会社を背負って立てるような男だよねっていうふうに言ってくれると、あ、そうだよね、俺がそういう人間だって彼女は分かってくれてるんだ、あ、俺を認めてくれてる人がいる、あ、彼女と一緒にいて心地いい、心満たされる、そんな風にね思うようになる。まあ、こんな単純な話じゃないんだけど、まあ、おおよそね、まあ、そういう傾向が男性である女性である、そういう、まあ、意識を持つことができるお相手と一緒にいることが望ましいと考えるんです。まあ、だからあなたがね彼に対して、まあ、彼がどんな姿を見たいと思っているのか、自分がねどうありたいと思っているのかということをしっかり把握してあげていただいて、まあ、それをフィードバックしてあげる。あなたはそういうことできているよ、あなたはねなりたい姿の自分にあなたなってるから、私の目にはそう見えてるからねっていうふうに言ってあげると、あ、そうなんだ、彼女と一緒にいるとなんか本当に自分がそういう人間になってきてる気がするし、まあ、多分そうなんだろうな、ますます自分にこう自信がついてきた、自己肯定感が上がってきた、彼女ともっと一緒にいたいというふうに、まあ、思いながらね気づいた時には恋愛感情を抱くようになる。まあ、そういう意味ではね常にこうお相手をしっかりとこう受け入れてあげて、そして、お相手のね自尊心を満たしてあげるっていうことは、まあ、これはまあ男女に関係なく、日常のねコミュニケーションの中では重要な話だったりもするから、このあたりのお話もねご紹介させてあげてると思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるので、まあ、このあたりのお話をねちょっとこう思い出していただいたりとか、まあ、関連する動画は他にもいくつか、このチャンネルではご紹介させてあげているので、チャンネルご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだが、まあ、とにかくこう彼の自己肯定感を高めてあげる、まあ、女性同士でもね、お相手の自己肯定感を高めてあげる、そういう人に対するこう信頼感というのは人は自然にね高まっていってしまうという、そんなお話でした。さあ、そして3番目はこちらです。はい、競争に勝っている実感なんですよね。まあ、この場合の競争というのは、まあ、男性からした時のこう女性獲得競争みたいなものにね勝っている実感、まあ、男性女性ともにそうですが、生き物である以上自分の遺伝子を後世に残していく、自分の遺伝子の複製を次代に引き継いでいきたい、そう思うことは、まあ、意識的にねそう思ってるわけではないんでしょうけど、まあ、根源的な欲求としてねみんなにある。しかし遺伝子の複製を次代に引き継ぐために何が必要かというと、パートナーが必要なんですよね。パートナーを手に入れなければいけない、そしてパートナーを手に入れるためには競争に勝てなければいけないんです。つまり他の男と比較した時に自分が優れているということをあなたに対して証明しないと、あなたから選ばれることはないんです。ということは、あなたから選ばれてる俺って結構イケてるよね、あ、俺は彼女に選ばれてるんだということが実感できる、まあ、それだけで彼は勝った気になるというかね、勝った気っていう言い方も良くないかもしれないけど、まあ、自尊心が満たされるというふうに言った方がいいのかな。だからあなたから見た時に、いや他の男はねカクカクしかじかだけど、あんたはこういうところええところやで、他の男にもまあまあいい男はおったりするけど、あんたが一番いい男やでみたいなことを言われたりすると、あ、そうか、俺勝ててるんだ、あ、俺は彼女に選ばれてるんだというね実感を得られる。そこで安心することができる。だからあなたから離れていかないんです。そして同時にね、やっぱりあなたが他の人からちょいちょいちょっかい出されてますよ、私に声かけてくれる人おったりするんよということを彼にちゃんと知らしめて、だけども私はあんたのところにおるんよということを、まあ、はっきり伝えてあげたりすると、あ、やっぱり俺はイケてるんだ、まあ、世の中的にはねどうか知らんけど、彼女から見た時に、あ、俺って選ばれて価値のある男なんだよねということを思えるから、じゃあ絶対手放さないぞ、彼女と
関係をもっともっと深めていきたいぞというような、まあいわゆる恋愛感情をめいたあなたをね、独占したいという独占欲みたいなものが、無意識のうちにというか、まあ、本能的に湧き起こってくる。だからこそあなたに対してもっともっとね、近くなりたい、あなたのことをもっともっと大切にしていきたいという感情にそれが変わっていくという、そんなお話でした。そして4番目はこちらです。はい、受け入れてくれる人ですよね。まあこれはもう男も女もみんなそうだと思います。自分がね、帰っていく場所、そこで締め出されたりするとか、そこで否定されるようなことがあったら、それだけストレスになってしまうじゃないですか。家に帰ったらね、あんた本当にね、給料少ないし、まあいまいちパッとしないし、気が利かないし、本当に最悪だわみたいなことを家に帰ってさ、彼女とか奥さんとかに言われたら、それだけで帰る気なくなっちゃったりするじゃないですか。それは男女逆にしても同じだと思います。だけどもね、家に帰った時に、あ、本当にね、今日も元気でいてくれてありがとうとか、まあ今日も一緒にいてくれてありがとうとかね、まあ本当にね、あんたの顔を見れるだけで私すごく幸せなんよと、あんたの存在が私にとって価値あるものなんだっていうことを言ってもらえる、まあそれを口にしないにしても、そういう態度で接してもらうことができれば、そこに帰っていきたいと思いますよね。1番目から4番目まで言ったように、人は誰であれ認められたいんです。人は誰であれ自分がね、勝っているとか、自分がなりたい自分になっているとか、それを実感していたいんです。だからこそ関わる人には受け入れてもらいたいし、否定をされたくない。もちろん批判というかね、まあ筋の通った間違いの指摘であれば、それはまあそういうもんだよねということで、その都度お互い修正をしていければいい。ただなんとなく機嫌がいいとか悪いとかで、否定をされたりとか、まあね、その人の能力、その人の容姿、そしてその人の、まあ、社会的な地位、そういったものをちょっとこう傷つけられるようなことを言われるとか、それだけで、あ、ちょっともう無理っすっていうふうに、まあそれはなるでしょうよと。それは男性女性ともいいですよ。まあだからそういうことを言う男の人はそもそもね、あなたのこと好きじゃないから、男の人が女の人にそういうことを言ってんだったら、それはもう全然話になんないから、もうさよならすればいいっていうお話はね、こういうお話の中でご紹介差し上げました。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあります。だからあなたを愛してない男の人はね、あなたの自尊心を傷つけてあなたを受け入れないって話はここなんですけど、まあ、ということは、まあ、あなたもね、彼に対して、まあ自尊心を傷つけないようにというか、まあ、受け入れてあげる。そして先ほど申し上げたように、まあ違ってることなのであればね、筋が通っていない、これは明らかにあんたの間違いだよねっていうことなのであれば、まあ、それはちゃんと指摘をして、まあ、お互い納得の上で修正をしていけばいい。そのコミュニケーションをしっかり取っていけばいい。それは1番目からね、3番目みたいなことをちゃんとやっていれば、その間違いも修正もしていくことができるから、それをした上で、だけども基本的な姿勢としてはもう完全にね、受け入れる。もうあなたのことを全て信じてますよ。あなたに対してもう執着もしていないし、いい意味でね、いい意味で執着をしなくて、あなたをリスペクトしていて、あなたの存在そのものはね、私にとってすごく重要なんだ、そんな接し方をしてあげていただくと、あ、ここが俺の帰っていく場所だったんだ、あ、やっぱりここに帰っていきたいな、あ、やっぱり彼女と一緒にいると心穏やかになれるし、本当にね、受け入れてもらえるし、彼女とずっと一緒にいたい、彼女のことが好きだというね、まあ、そんな話になっていくという、そんなお話でした。さあ、そして5番目はこちらです。はい、まあ、今の話をね、分かりやすく言うとこういうことなんですよね。はっきりとした好意を伝えてあげてほしいんです。まあ、これは人はみんなそうだと思います。やっぱり好意を伝えられて悪い気はしないし、そしてその好意がね、まあ、よくわかんない好意ではなくて、はっきりと私はあなたのことが好きなんよということを伝えられると、まあ、それだけでやっぱり嬉しくなってくる。その好意がね、よくわかんない好意、あ、これ一体何を考えてるんだってなってしまうと、なんか逆にね、ストレスになってしまうことがあるんだけど、そうではなくて、もう私はね、あなたのこと全面的に受け入れるし、私はあなたのことね、すっごく好きということを、言い方はいろいろあると思います。言い方はいろいろあると思うが、その意思表示をはっきりしてくれると、まあお相手としてみれば、まあそれだけでね、やっぱりお相手に対してネガティブな感情を抱くことはないし、そして何よりも好きって言ってくれるっていうことは、あ、これは俺いけるっていうことだよね。これはもう全然勝負かけたら必ず勝てる勝負っていうことだよね。負け戦になる可能性があるんだったらちょっと慎重になってしまうけど、勝ち戦になるってことは明確だったら、よし、じゃあ行こうというふうに、まあ、なっていく。これは男女ともにそうなんですが、やっぱりこう好きってね、ずっと言われてると、なんとなく自分もね、あ、なんかこの人といると心地いいから好きかな、なんていうふうにこう思ってしまうことってあると思うんですよね。まあ、だからそういう意味で、あなたの彼に対して好きですよ、私はあなたのことを大切に思っていますよ、なんだったらね、愛していますよというようなことをはっきりと分かりやすく伝えてあげていただくと、まあ、それだけで彼はあなたに対してね、恋愛感情をめいた何かというか、まあ、あなたに対する好意を抱き始めますよねという、そんなお話でした。さあ、そして6番目はこちらです。はい、だからこそではあるんだが、その行為をね、繰り返し伝えてあげることなんです。なぜか、一回言っただけだとね、やっぱり分かんないことがあったりとか、また人は状況、環境、タイミングによってね、その
言葉に対する意味付けや解釈が異なってしまうことがある、すごく忙しい時にさ、やっぱり好きって言われても、ああありがとうっていう風にどうしても流してしまいがちだったりするじゃないですか。それは好きっていう方にしてみればすごく重要な思いを込めて言ったにもかかわらず、受け取り側が忙しくてそれを受け入れられる立場にない、それを真に受けて考えられる余裕がない状態っていうのはあったりしますよね。まあ、そこで彼はね、言われたけど、まあ、ちょっと忙しいからっていうことで、話がどっかにね、おざなりになってしまう。あなたとすれば好きっていう意思表示をしたのに、なんか全然スルーされてるようで、もうダメだっていうことで終わってしまう。いや、そうじゃなくて、またね、違うタイミング、違う状況、また時間を改めて何度も何度も言い続けてると、あ、そうなんだ、これはあの時にたまたまそう言っただけじゃなくて、本当に心からそう思ってくれるんだということに確信が変わって、確信に変わっていくわけですよね。そこは全くないまま、一言二言ね、好きって言った、私ははっきり言ったんだ、だけど彼がそれを受け入れてくれない、どういうことだっていうことで流れてしまうんではなくて、まあ、繰り返し繰り返しもうずっと言い続ける、まあ、どこまで言い続けるかっていう問題はあるし、ね、もう完全に受け入れられない、もうお互い関係無理っていう風になっちゃってる場合はね、まあ、何言ったって無駄だとは思うんだけども、まあ、そうじゃなくてさ、まだその前段階というか、まだあなたと彼がね、これから関係作っていく、いかないっていう段階であるならば、その好きっていう感情をね、やっぱり繰り返し繰り返し伝えてあげていただくことによって、あ、そうなんだ、そう思ってくれてるわけね、あ、ノリや勢いで言ってるわけじゃないのね、ということが彼に伝わって、だったらじゃあ俺も好きになろうかなという話になっていく。完全に彼女は俺を受け入れてくれるんだよね、さっきの話じゃないけどね、これは勝ち戦なんだよね、じゃあ勝負という話で、あなたに対する恋愛感情は高まっていくという、そんなお話です。さあ、そして最後7番目はこちらです。はい、決めてくれる方なんです。この話はね、もうこのチャンネルではもう毎回おなじみの話で、またその話かっていうふうに思われるかもしれませんが、またこの話なんです。割と重要な話なんです。男性は基本的に決めるのがお得意じゃないんです。ただ決められたことをやるのはどちらかというと女性以上にお得意なんですよね。ただ女性は決めるのがお得意で、まあ、決められたことをやっていくのっていうのはちょっとね、こう手間取ってしまうことがあったり、その役割分担をしっかりと分けることができる。つまりあなたが決めて、彼がその決めた道を歩んでいく、その道を切り開いていくのが、まあ、男性で、道を指し示すのが女性だというふうに、まあ、役割分担ができていると大概ね、その関係ってうまくいくんです。だから男の人がなんかごちゃ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 言ってね、なかなか話先に進まないと、まあ、そういう時にあなたの方がね、こういうふうにするよとかね、結婚するよとかね、いやだってあんた私のこと好きじゃん、だったら付き合うということでいいよねっていうふうに言うと、彼は何て言うか、あ、はいっていうことを言うので、まあそれだけで、あ、もう決めちゃった以上は俺それ実行しなきゃいけないよね、だからもう彼女と一緒にいよう、彼女を大事にしていこうというふうに、まあ、思っていく。決めてくれる人のところにね、男の人はどんな場面でもね、まあ、くっついていきたいというか、そこの群れの中に入っていきたくなっていくので、まあ、そういうところをちょっとね、彼に対してアピールしてあげる。だから彼がなかなか決めなくて優柔不断でっていうんじゃなくて、もうあなたがね決めてしまう、あなたが舵を取るというつもりで彼と向き合っていただくと、そういう女性は大概ね、やっぱりこう男の人を引き寄せるというか、まあ、男の人に愛されることが多い。だからまあ先日ね、男のしつけと犬のしつけは同じだみたいな話はね、こういう動画の中でもご紹介差し上げたんで、まあ、このあたりちょっとご参考にしていただくといいと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もありますので、こちら見ていただきながら、まあね、あなたの周囲の人を見渡してみてあげていただいてもね、どうなんでしょうね、こう男性の後ろ2歩3歩後ろを歩く人というよりは、むしろ男の人を鎖でつないでね、引っ張っていくぐらいの、まあ、女の人の方が結果的にね、うまくいってるというか、結果的に男の人は男の人でそれで意外と満足してたりもするんでね、そういう人のところにくっついていきたかったりするのが大体男の人だったりもすると。もちろん個人差があるし、またさっきね、決めるとあとは形にするっていうこの役割が男女逆だった方がうまくいったりする場合もあったりするので、まあ、このあたりはまあ人と状況環境、2人の関係性にもよるから一概には言えないところではあるんだけど、まあ、傾向としてはね、男の人の本能を刺激して恋愛感情を抱かせる女性は大概決めることができる女の人ですよね、というそんなお話でした。さあ、ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。まあ、あくまでもね、まあ、本能的にこう好きになるというか、恋愛感情をめいた、まあ好きという気持ちがね湧き立つお相手の特徴というか、男性から見た時の女性の特徴ということでお話を差し上げました。もちろんそれだけではなくてね、あとはお互いの社会的な立場とか、まあ、好みのタイプみたいな問題とか、まあ、ご年齢とはね、お互いの状況とかいろんなものが兼ね合いがあって結ばれる結ばれないということになっていくので、まあ、これがあるからイコールね、じゃあその人と、
まあ、愛し愛されっていう関係になるかっていうとね、それだけではないんだけど、かなり入り口の部分でね、彼がこう無意識のうちに、スイッチがオンになるかならないかっていうところの基準でいくならば、大概ねこういう、まあ、素養というか特徴を持っている、そしてそういうアプローチをされる女性は男性のスイッチをオンにすることが多いですよね、と、まあ、いうことで、参考にしていただけるのであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。